はいどうも、 MS スタジオの M です。マレです。フレキです。はい、というわけで今回はですね、なんだかトーク動画でしたっけ。そうだね、はい、まあ、それぞれね、演者の私とそれからフレキの方で体験談的なこと、体験談的なことをですね、1本ずつ動画で話すということになっておりまして、まあ、今回こちらの動画では私が話させていただきたいと思います。よろしくお願いします。では早速行ってみましょうかね。はい、早速なんですけど、なんかコロナワクチンを打ってきたって聞いたんですだけど。そうなんですよね。まあ今高齢者から順番にでしたっけ、接種券とか出てますけど、私20代でもうすでになんとですね2回すでに打ってるんですよ。あ、2回も打ってるんです、はい、2回打っちゃったんですよね。なんかきっかけっていうか、あるんですかね。きっかけはですね、職域接種ですね、委託みたいな感じでですね、いろんなところに送られるんですけど、まあ、その委託先、業務先みたいなとこがですね、やるのに一緒にどうですかっていうことでですね、誘われたもんですから、はい、じゃあ私一緒になって、まあ、完全アウェイですけど一緒に受けさせてもらおうかなっていうことで今回受けさせてもらった、打たさせてもらったんですね。じゃあワクチンはなんかいろんな会社のワクチンあるじゃないですか。どこのワクチンとかって分かります？いろいろありますね。ファイザーとかなんだかなんだかとかいろいろありますけど、一応ですね、私が打ったのは武田モデルナ製と言われてるやつですね。会場、まあちょっと場所とかは言っちゃうのはあれなんですけど、まあまあ、なんか交通手段とかはどういう感じで行くんですか？まあちょっとした大型のバスに乗り込みまして、大型の会場の方まで移動するという形でした。ただですね、じゃあ、Mさん。はい。会場までバスでどれぐらいかかったと思います？3時間。3時間。超えてきた。超えてきたね。Mさん超えてきたね。そういう時普通にあれじゃないですか、10分とか30分とかそんくらいじゃないですか。超えちゃったら大変だったかなくなっちゃうじゃないですかM さん。まあそれはいいんですけどね。ただね、東名高速使って2時間ちょっとっていうところまで片道で行きました。それで結局2時間近くかけて会場に着くわけですよ。ただですね、私たちのバスだけでも合計で、まあ20何名かいたわけですけれども、まあもちろんその密とか順番とか手続きとかもありますんで分かれるんですね。例えば最初3人ぐらいの、まあ3人ずつぐらいにグループが分かれてまして、最初のグループは何分にバスを降りて会場に向かってください、その次は、B のグループの人は何分に出てくださいみたいな感じで区切られてたんですよ。それ私、まあ、あくまで業務先委託されてる側の人間なもんですから、まあ一番最後だったんですね、グループが一番最後だったので、そのバスを降りていざ接種ってなるまでに1時間バスの中でございました。はい。で、じゃあ今度はあれですね、で実際ワクチン打ってなんか筋肉注射って形になるんですよ。なんか結構痛いとか聞いたんですけど。あ、そうなんですよね。なんか痛いなんていう人もいたりするみたいですけども、何にも感じないんですよ。ああ、じゃあ、はい、あれですかね、やっぱ打った人がうまいっていうのもあるんですかと思いますけど、ただね、みんなさん言ってましたね、バスに戻ってちょっと話とか聞いてましたけど、痛くもなければ、あれいつ刺したのみたいな、そんな状態でしたね。で1回目2回目でなんかそれぞれ副反応あるみたいなんですけど、なんかじゃあとりあえず1回目はどんな感じの副反応が出ましたかね。1回目の時はですね、副反応が出始めたのが、その日の夜でした。自宅に到着しましたのがだいたい午後の13時14時ぐらいだったんですけども、まあその頃は全然大丈夫で普通に車も運転して帰ってきました。多少ですね、腕が上がりづらいかなぐらいのは感じてたんですけど、まあそんなもん副反応って痛くなるぐらいなのかなと思いながら車も普通に運転して帰ってきて、そんなこんなしてて、まあちょっと昼寝して
5時かな6時かなぐらいに起きたらですね、まあ、まず腕がですね、打った方、私左の方打ったんですけど、ここまでしか上がらないんですよ。ここまでです。ここですね。はい、なんか腕は上がんないって感じはちょっとよくわかんないですけど、あの本当もう本当に上げられないって感じ。本当に上げられないんですよ。ここまで行くとですね、うまく説明できないんですけど、普通にしてれば全く何も触れてなければ何も痛くもないんですけれども、こう上がるとこまで上がると急にガッとなんか急な痛みで、なんか鉛か鉄か鉄で縛ってあるかのような引っかかるっていう感覚ですかね。じゃあ痛すぎて上げられないとかそういう感覚とはちょっと違うって感じで、はい、上げようとするとあれ痛い、これじゃ上がらないみたいな、引っかかったみたいな感じで、まず一番最初に襲ってきたのがものすごい倦怠感でしたね。まあ、あの最初に言っておきますけど、私結構強めに副反応出ました。結構強めに副反応出たんですけど、まず最初に、倦怠感で動けなくなりましたね。でもう布団の中でうずくまって、まあ、最初は余裕かななんて思ってたんですけど、時間が経つにつれてですね、やっぱりだんだん倦怠感も強くなってくるんですよ。で強くなってきても気がついたら布団に自分から倒れ込んでて、あーダメだ、指一本動かせないと本当に思いました。もうそれって寝返りも打てない、あもう寝返りも打てないです。でもずっと横で動いて、あ指一本もう体が重くて動かせないみたいな、そういう状態になりましたね。でまあ倦怠感にひたすら耐え続けて、夜のあれは20時ぐらいですかね、20時ぐらいに次にですね、この世の終わりのような頭痛が発生しました。この世の終わりです。この世の終わりです。もう光を見たくないと。そう想像できますか、この世の終わりです。はい、よく片頭痛片側だけ痛くなるとか、まあ、よくスマホ見すぎたり首こりとかデスクワークの方、緊張型頭痛、ね、後頭部が痛くなるとか、ね、なんかいろいろありますけども、そんなの非常ありません。両側の、はい、こめかみと頭の前後同時に、何でしょう、思いっきりその頭蓋骨を金槌で叩かれたようなズキズキとした痛みがですね襲ってきたわけですね。もう本当に吐くかと思いました。じゃああれですかね、本当になんか締め付けられる痛みっていうよりはもうガンガン系の、はい、ガンガン系ですね。でまあ夜の12時になってやっと少し、何でしょう、正気に戻ったと言いますか、確か台所に頭痛薬あったなって思ったわけですよね。はい、私実はもともと偏頭痛持ちっていうのがありまして、まあ、常に頭痛薬持ち歩いたりしてたんですけど、そういえば台所に置いてあったなと思って台所に行こうとしました。部屋から出ておよそ歩いて5歩で着きます。台所1階建て平屋なんですよ。もう簡単に行けます。ですがまず立ち上がれないんですね。はい、立ち上がれないんですよ。で、やっとの思いで、もう本当気合ですよね。本当に気合で立ち上がったら当然腕上がりませんから、もうなんか片腕だけ下がったような変な体勢で、フラ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 、もう文字通りフラ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 、よろめきながら台所に行って、で、頭痛薬一生懸命探します。もう、この頭痛さえなんとかなればっていう、その最後の何でしょう。勝ち場のバカ力な、みたいなものが働いてですね、一生懸命頭痛薬を探しました。はい、見つかりません。うわ、きついですねそれは。結果言います、多分間違って捨てられたんだかなんだか分かりませんけど、ありませんでした。ありませんでした。でもうダメだと思って、せめて自分の部屋の布団に戻らないことには積むなと思いまして、で戻ろうとするんですけど、はい、その次廊下でぶっ倒れました。やっちゃいましたよ。もうすごい音立ててガタンってぶっ倒れちゃったんですよ。でもそのままですね、何でしょう、うつ伏せみたいな感じでうずくなっちゃったんですね。で起き上がろうとすると光かなんかでもう頭痛であーってなって、またうつ伏せになるのを永遠に繰り返して、もう全く動くことができません。でまあ音に気づいて親が出てきました。でまあ頭痛薬はないんですけど、なんか代わりになりそうな、なんていうんですかね、解熱剤だか痛み止めみたいな薬があったんで、もう誰の薬かもわからないし、期限も大丈夫かよくわからないんですけど、それをもうそれでいいやみたいな感じになりました。良いかあまりしちゃダメですよ。はい、で
水と薬廊下まで持ってきてくれたんですけど、はい、私先ほども言いました、こっから上がれないんですよね、うつ伏せのまま。こっから上がれないんで飲めないんすよ。はい、さあ嫁さんどうしたでしょう。飲ませてもらうしかないですね。飲ませてもらうしかないんですけど、さすうつ伏せで入ってかないじゃないですか。確かに入ってかないんですよ。そしても体も動かない状態ですからね。はい、正解はですね、時間が解決してくれるということで、はい、まあ、最終的には気合で座る体勢にだけなって、気合で飲んだんですけども、はい、私が倒れてから、薬を飲み終わるまでにかかった時間、これも M さん当ててもらいましょうか。これこそ本当にまあさすがに3時間1時間なので、はい、1時間かかってしまいまして、なんでそんなでかく言うんですか。まあ、こうしてくね学習能力ないですか。1時間近くかかりまして、そんなこんなでしたね。でまあ最後も30分ぐらいかけまして、気合で中腰ぐらいまで立ち上がって、何でしょう、ヘッドスライディングみたいな感じで布団に飛び込みまして、そのまま意識失いました。で、次に目が覚めたのは翌日の午後1時でした。まあ休みにはしてあったんですけどね。午後1時に目が覚めます。完全に治ってました。以上です。そんな、あの、1回目パッとなくなるもんなんです。一応あれですかね。本当にワクチン打って、もうちょっと体調悪いなと思って寝込む前に、もうペットボトルの水とか、そうですね、そういうの枕元に置いといて、で頭痛薬もまあ効くかどうかはあれにしても、まあ安心感ってあるじゃないですか。そのために枕元に置いとくのはありってことですかね。そういうことですね。じゃあそんな感じで、なんか2回目だとさらに副反応が強く出るっていうのは結構効くんですけど、2回目受けた後はどうだったんですかね。はい、実はですね、私1回目の方がまあ比較的ひどかったかなっていう状態でした。やっぱ個人差はあるんです。個人差はあると思いますよ、もちろん。はい、もう今回は私もそんなバカじゃないですから、はい、1リットルのオレンジジュースと1リットルのミネラルウォーターと頭痛薬一式をすでにあのもう布団の真横に置いた状態でですね、で帰ってき次第まだ副反応来ないなって言いながら、もうまだ腕が上がるうちにですね、もうパジャマに着替えて、はい、座っていつでも怖いなって考えてまして、もう臨戦態勢ですね。親にもこれで副反応来なかったらもうただのバカだぞみたいな感じになってましたけど、まあ案の定来ましたわ。はい、まず一番最初はやはりですね、倦怠感から始まりました。倦怠感すごかったですね。で、1回目は腕がここまでしか上がらなかったんですね。はい、2回目はですねここまでしか上がらなかったんですね。もうついに肘にもうほぼほぼ動かないじゃないですか。これどうしようと思って、これは下に下げとくだけの手とかしたんだと思いながらですね。ではまあ水分ある程度取ってたんでね、比較的まあ楽だったかなと思います。頭痛も出始めました。ほぼ1回目と同じ時のようにですね、まあ夜中の10時とか11時ぐらいにまた激しい頭痛が始まりました。はい、ここで私は思いました、待ってました頭痛薬と思いまして用意してありますから、ね、はい、はい、もう普段頭痛持ちですし、その薬が普段効いてるわけですからね、もうその薬に絶対の信頼感と安心感が私の中にはあるわけです。はい、その薬、いつも飲んでる薬を飲みました。はい、効きません、全く効きませんね、これは。もうなんとなく予想できました。予想できました。はい、それではお約束の時間でございます。そう、夜の1時ぐらいまでですね、うずくまったまま、まあ水分とかありますからとりあえず、ね、立ち上がる必要はなかったんですよ。ですが今度はです、廊下ではなく、布団の上でああってのたみつき回る、はい、約4時間近く他のことももちろん何もできません。ただうめき声を歯抜けながら痛みに耐えてのたうち回るだけの4時間、そしてはい、気絶、そして、再び次の日の午後1時ぐらいに目が覚めました。もう一回そこまでは、まあ、言ってしまえば備えがあったかどうかぐらいで1回目と一緒なんですよね。ただ1回目と違かったのは、そこから、まず4日間5日間ぐらいですね、腕上がらないままなんですよ。
ずっと腕上がらないままです。仕事中もです。腕全く上がらないですよ。もちろんこの辺じゃないですよ。このぐらいまでしか上がらないんですよ。なのでね、仕事中にちょっといつも一生懸命手伸ばしてるボタンとか押そうとしても、あってなる。そういう感じでですね、全然上がらなかったですね。それからですね、よくこれも事前情報とか、ニュースとかで言われてますけど、よく女性がモデルナアームになるっていうの聞いたことありますかね。僕は初めて聞いたかもしれない。モデルナアームは私も知らないですね。モデルナ製のワクチンを受けた基本、女性だけがですね、まあ女性だけってことはないと思うんですけど、女性に多くというか女性にかなりの確率なのかな、私もちょっと詳しいことまではわからないであれなんですけど、まあ毒虫に刺されて毒にやられたのとほぼ同じような感じでですね、刺した周りが真っ赤に腫れるんですよ。真っ赤に腫れ上がって、まあ1週間ぐらいで自然にその毒虫に刺されたのと同じような感じで自然に治っていくんですけど、はい、まあ痛がゆいような感じですよね。痛がゆいっていう感じで1週間ずっと腫れ続けるっていうのがありまして、キムラ結構きついですねそれ。はい、結構きついんですよ。仕事中にもかゆいかゆいちょだめ痛いだけみたいな感じのを永遠に繰り返すような。モデルナームは本当に女性だけみたいな、そういうそういう事前情報が結構出回って私も聞いてたんで、ないだろうなと思ってました。まあでもね、偏頭痛も女性ばっかりがなりやすいもの、私偏頭痛持ちだったりするんで、もしかしたら女性になりやすいものもあるかもしれないなと思ってたらですね、なりましたね。しかもですね、モデルナームって打った1週間後とかに遅れて出てくるっていう話だったんですよ。はい、私モデルナームになったの打った次の日からですからね。早い。早かったですね。えって思いました。まあそっから1週間ぐらいですかね、腕上がりませんしモデルナームで腫れてますっていう、それはそれでなんか鬱陶しい日々を送りました。じゃあとりあえずこんな感じでコロナのワクチンのこと聞いてみたんですけど、まあ、もちろん個人差はあると思うんですけど、まあ、やっぱ結局はやっぱり受けた方がいいですよね、副反応があるにしても。そうですね、まあそこは一概に言えないと思いますね、まあ、コロナウイルスにかかった方がひどいなんていう人もいれば、まあワクチンなんて意味ないんじゃないとかいう人もいますよ。まあ私は一概に否定もしませんし推奨もしません。ただまあ個人差ありますけどね、私ね、私よりひどい副反応出てる人なんてきっとまあいくらでもいると思いますし、はい、まあよく最近ですね、そのワクチン接種の影響で死んで亡くなったんじゃないかなんて人もいたりしますし、まあそこら辺はよくわかりませんから、やはりやっぱ自分でですね、そういうどういう効果があるのか、どういう弊害があるのかっていうのをやっぱり一人一人しっかり自分の力で調べて自分の頭で理解して、でそれでやっぱりですね、自分で最後判断するのが大事なんじゃないかと。世間がね、ほら、もう早く打ちなさい打ちなさい、国が打つの推奨してますとか、もう周りが打て打てって煽ってくるとか、そういうのじゃダメだと思うんですよ。やっぱり自分でちゃんと一定理解して調べて、それで打つか打たないか本当に周りに流されないで自分で決めるっていうのが大事だと思いますね。ただまあ、今回はこういうようなことがありました。あくまで一人のその個人差、もう個人としてこういうことがありましたっていうのをただありのままにね、まあ、参考の一つとしてですね、話せたらっていう感じでありのままで話させていただきました。はい、ありがとうございました。いや、なんか僕もコロナのワクチンのことちょっと知りたいなと思ったんで、すごい参考になったんで良かったです。はい、ということで今回は、私がですね、2回コロナワクチン職域接種の方で2回受けた時の話とかについてありのままに話させていただきました。この話が参考になったのと思った方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。 Twitter はこちら概要欄から。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。